ダール、または、ダールとは、剥いた小粒の豆を引き割ったもの、及び、それを煮込んだ南アジアの料理のことである。しばしば香辛料が入るため、欧米や日本では、ダールカレーと紹介されることが多いが、加える、水の量によって、濃さは、ルー状から、スープ状までいろいろである。語源はサンスクリットで、分けることという意味のダラ。インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパールの料理では、 主菜となることもあり、南インドでは米や野菜と、北インドとパキスタンでは米やチャパティ、ロティなどと共に食べられる。タンパク質の豊富な豆料理であるため、南インドの菜食料理においては、特に重要な主菜となる。また南インドでは、サーンバールやラッサムという辛いスープに、トゥールダールが、動作の生地に、ウラットダールが用いられる。ありがとうございます。